次に赤嶺政権君。委員長。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。防衛省がこれまで残っていないとしてきた自衛隊のイラク派遣部隊の日報が実際には残されていたことが明らかになりました。昨年、南スーダン PKO 派遣部隊の日報をめぐって防衛省自衛隊の隠蔽体質が厳しく問われました。その防衛省が自衛隊のイラク派遣をめぐっても国会と国民を欺いて日報の存在を隠し続けていたことは極めて重大であります。本委員会はこの問題の所管委員会として事実を徹底的に究明する特別の責任があります。そのために十分な質疑時間、何度でも委員会を開いてやっていくということをまず委員長に強く求めたいと思います。はい、理事会において協議をさせていただきます。赤嶺政権君。はじめに防衛大臣に伺いますが、先日大臣は防衛省の行動に幹部職員を集めて訓示をされました。そこで大臣は民主主義の根幹は国民が正確な情報に接し主権を行使することにある。政府が保有する行政文書は最も重要な資料で適切に管理し公開することは国の重要な責務だ、このように述べております。公文書の正確取り扱いに関する非常に大きな認識を非常に大事な認識を述べたと思います。でこの立場で事実を徹底究明し国会と国民への説明責任を果たしていただく必要があると思います。まずその点についての大臣の基本的な認識を伺いたいと思います。小野寺防衛大臣。ご指摘ありましたが、まずはじめにイラクの日報をめぐって不適切な対応があったことに関しては防衛大臣としてお詫びを申し上げます。公文書管理法で定められたとおり、公文書は国民共有の私的資源であり、行政文書等の適正な管理を通じて国民への説明責任を全うすることは国の重要な責務であることから、この問題は行政全体への信頼を損なうものであり、極めて重く受け止めております。私どもとしては今後とも国民からのあるいは国会からのさまざまなご指摘に対して誠心誠意答えていきたいと思っております。委員長。赤嶺政権君。そこで、今回見つかった陸上自衛隊の日報でありますが、今月半ばをめどに提出するとしております。具体的にいつ提出するのか、すでに10年以上前に終了した活動であります。黒塗り作業などせずに直ちに提出すべきではないかと思いますが、いかがですか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。確認されましたイラクの日報につきましては、今ご指摘ございましたように4月の半ばをめどに公表させていただくということでございます。必要な開示不開示の作業を経た上でということになりますが、またただ申し上げますれば1万4000ページにも及ぶ大部でございまして、当然その中には個人情報とも含まれてございます。そうしたものもきちっと把握した上で、その作業を終え、開示不開示のその作業を終え公表させていただきたいというふうに考えてございます。委員長。赤嶺政権君。黒塗り作業で、大変時間がかかることはやむを得ませんという、説明を防衛省からるる、受けておりますが、今も開示不開示についての作業といいますが、やっぱり、終わった任務の活動であります。いわば歴史的検証文書であります。黒塗りの必要はないと思いますので、直ちに作業で時間がかかることがかかったという言い訳がないように
直ちに提出していただきたいと思います。で、今回イラクの日報が陸上自衛隊航空自衛隊で作成保管されていたことが明らかになりましたが、海上自衛隊はどうなのか、陸海空自衛隊すべてで日報は作成保管されていたのか、また具体的に誰が誰に対してどういう日報を作成報告し、それがどこでどのように保管閲覧活用されていたのか、その点どこまで確認できていますか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。いわゆる日報とは、行動命令に基づきまして活動する部隊が作成した上級部隊への提示報告でございます。それで防衛大臣または上級部隊の判断に資するものということで、その様式ですとか記載内容、根拠等は任務の内容や部隊の種類によってさまざまでございます。陸自の日報には派遣部隊の活動状況や人員装備の状況、現地の治安状況等が書かれていることがございます。空自の日報には運航状況ですとか人員装備の状況といった情報が記載され、上級部隊に報告されております。なお海上自衛隊が同様の日報を保管していることは現時点では確認されておりません。新長。赤嶺政権君。日報の保管を確認しているかどうかではなくて、海上自衛隊は日報を作っているんですか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申します。先ほど申し上げましたように、日報とはそれぞれその必要性に応じていろいろと異なるところでございますので、その活動にですね、必ず日報が伴うかどうか、日報が伴う場合もあれば日報が伴わない場合もあるかもしれません。いずれにせよ現在で現時点におきまして、保管が確認されているというものはございません。委員長。赤嶺政権君。だから保管は確認されてなくても、日報を伴う活動が海上自衛隊であったかなかったかを聞いてるんです。鈴木統合幕僚監部総括官。基本的に日報を伴う活動が あることはあるというふうに承知しております。委員長。赤嶺政権君。今回、陸幕衛星部で発見された日報、これはどこから、どういう目的で、いつ入手したものですか。10年以上前のイラクの日報を、なぜ陸幕衛星部が入手できたのか。で、入手元での保存期間がどうなっていたのか、その点は分かったんでしょうか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。陸上幕僚監部衛星部が、イラクの日報をこの確認されましたイラクの日報を行政文書登録したのは2015年度でございますが、すでにイラクの日報が作成されてから10年ほど、程度経過しているため、この日報をどのように入手したかは、今ではちょっと申し上げることは困難でございます。ただ他方はイラクの復興支援活動における自衛隊の主な活動の一つが医療支援であったことから、この衛星部は衛星業務、これをやっておりますので、この衛星業務の使途するためイラクの日報を取得したのではないかというふうに考えられます。なお、陸幕の衛星部が保有するこのイラクの日報につきましては、紙媒体で保存しておりまして、執務室内の、共有の、書棚で2021年3月末日までを保管される予定でございます。委員長。赤嶺政権君。私たちが今まで受けていた説明は、日報は現地部隊が上級に報告をすれば、これで用が終わったことになり、1年後廃棄というようになっているんですが、この陸上、今度のここの部隊はですね、衛星部の部隊は、10年も経ってから入手しているわけですよね。
それで保管期間はもっと長い。これ今まで私たちが1年後廃棄と受けていた説明とちょっと違うんですが、これどういうことでしょうか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。これまでは確かにご指摘のように、日報等につきましてはいわゆるその保存期間が1年未満とされていることで、いわゆる俗称その用済みを破棄という形での、ものでございました。ただもちろん文書管理上はですね、1年以上保存するように変更する場合には保存期間を延長した上で、行政文書ファイル管理簿に、行政文書ファイル管理簿に登録するという手続きを経ることになります。で申し上げれば、この PKO 等の日報につきましては、昨年9月の部内改正、部内規則の改正、それから本年4月の防衛省行政文書管理規則の改正によりまして、日報等につきまして、PKO 等の日報でございますが、保存期間を10年間といたしまして、保存期間満了後は国立公文書館に移管するということに定められてございます。委員長、赤嶺政権君。私、聞いたのは PKO でなくて、イラクのことを聞いたわけですよね。衛生部が入手した経過、今の答弁を聞いても曖昧であります。もっとしっかりしたですね、説明を求めていきたいと思います。で今回、陸上自衛隊の研究本部で、日報が確認されたということは、極めて重大です。南スーダン PKO の日報をめぐって、研究本部にあるはずだと、こういうことは繰り返し指摘をされてきました。にもかかわらず防衛省はないと、このように説明をし続けてきたわけですね。でその研究本部にあったわけです。事実を偽る説明を続けてきた防衛省自衛隊の責任は極めて重大だと思います。そこで確認をいたしますが、そもそも陸海空自衛隊、あるいは東爆で、現地部隊の活動などから教訓をまとめる部署があると思いますが、それはどういうところか、明らかにしていただけますか。鈴木統合幕僚監部総括官。お答え申し上げます。教訓とは、例えば陸上自衛隊におきましては、主として部隊運用および教育訓練を通じて得られた運用防衛力整備、研究開発および教育訓練等に資する知識と定義されておりまして、教訓を作成することで任務遂行の主とするものです。陸上自衛隊におきましては、教育訓練研究本部、かつての その研究本部でございますが、これが、教訓業務を行うものとされております。海上自衛隊におきましては、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官等各学校長等が教訓活動を推進するものとされておりまして、海幕長が教訓活動を統括するとされております。航空自衛隊におきましては、主に、航空自衛隊幹部学校が部隊の運用および教育訓練から得られる教訓の収集などを行っておるということでございます。統合幕僚監部におきましては、各自衛隊が作成した教訓が共有されているという状況でございます。赤嶺政権君。それぞれ教訓をまとめる部署があるわけですね。で、日報というのは自衛隊という軍事組織にとって極めて重要な文書ですよ。1年後を用済み廃棄というわけではないと、延長もできるということでしたが、延長して現に保管しているところもあったわけですね。で一部が発見されたとかですね、そんなことではないと思いますよ。すべての日報が研究本部などには保管されていて当然だと、このように思います。その全容を明らかにするために今部隊からの報告を待ってるわけですね。私は防衛大臣、この間の南スーダンの隠蔽の問題の時も、先頭に立って、与党の筆頭をしておられましたから、もうよくお分かりだと思いますが、小野寺防衛大臣自身が研究本部で見つかった、その事実を重く受け止めてですね、まず調査に
入るべきではないかと思いますが、いかがですか。小野寺防衛大臣。それは私が研究本部に直接行って文書の探索をせよということでしょうか。委員長、赤嶺政権君。研究本部には教訓がまとめられているわけですよ。で、教訓をまとめる、軍事組織が教訓をまとめるということは、これ、大事な、皆さんにとっては大事なことなんですよね。だから一部分、どっかのファイルから見つかりましたということじゃなくて、そういう教訓が全体としてまとまってあるはずだと、あるはずだから探せということを、我々は去年から言ってきたわけですよ、研究本部に。ないないと言いながらあったわけですよ。そうであるならば、その教訓をまとめる部署、先ほど本田議員も質問しておりましたが、そういう部署には率先して出かける。そして、研究本部にないないと言ってきたこれまでの説明をですね、どうだったのかということを自ら確かめるためにも、防衛大臣が研究本部でまとめている教訓の中に、日報がどういう扱いをされているか、これを調査する、何もこう探索せよとは言ってないわけですよ。そういう調査を自ら言ってすべきではないかということを申し上げているわけです。小野寺防衛大臣。委員ご指摘の教訓センターのみならず、これは同じような今回、文書、日報に関わる文書というのが、しっかり公表しなければいけないものがありましたら、それに対応する必要があると思っております。そのために、教訓センターを含めた自衛隊の全組織について、私が大臣の指示という形で、今、しっかりこのような文書についての調査、そしてまた、倒幕に一元管理をするような指示を出させていただいております。委員長、赤嶺政権君。指示を出してですね、去年も私たちが研究本部にあるはずだと言ってきたけどもないと言ってきてあった、そういう同じ鉄を踏まないためにもですね、大臣自らが、今度は徹底して調査するんだぞという姿勢を見せるべきだと思います。指示を出しているからそれの答えを待っておるということで、本当にできるのかどうか、軍事組織が教訓として日報を全体保管してないのは絶対おかしいということを強く申し上げておきたいと思います。やっぱり教訓文書のですね、日報から各自衛隊倒幕が作成した教訓文書のリスト、これは作れますよね。リストは作れます。それから、それを文書で説明して提出していただきたいと思います。文書の提出を受けてですね、次回以降の委員会で正していきたいと思います。私は情報公開のリストを求めてまいりました。その点、資料提出いかがですか。はい、鈴木統合幕僚監部総括官。イラクの人道復興支援活動について、陸上自衛隊が作成した教訓のリストでございますとか、航空自衛隊が作成した教訓でございますけれども、例えば陸であれば、イラク人道復興支援活動の概要、それから陸上自衛隊のイラク人道復興支援活動における教訓、またイラク復興支援活動などがございます。空につきましては、イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法に基づく対応措置記録、それからイラク人道復興支援活動に係る教訓等について、そしてイラク復興支援派遣、輸送航空大使などがございます。なお、倒幕海上自衛隊については、これまでのところ、イラク人道復興支援活動に関する教訓の作成は確認されておらないという状況でございます。委員長、資料の扱いについては理事会にと協議をさせていただきます。はい、赤嶺政権君。それじゃあ次の問題に移りたいと思います。時間がなくなりましたけれども、先月の外務委員会で、我が党の国田議員が取り上げた、2012年7月、統合幕僚幹部防衛計画部作成の日米の動的防衛協力についてという文書の問題について質問をします。文書の中身に入る前に、事実関係をいくつか確認させていただきたいと思います。
4月3日の防衛省の青柳報道官の記者会見で、民主党政権の時に始まった日米の同的防衛協力に関する検討が、安倍政権に引き継がれているかどうかについてのやり取りが行われております。この同的防衛協力の枠組みの下で日米の共同作業部会が設置され、自衛隊による在沖米軍基地の共同使用に関する検討が進められております。で、第二次安倍政権発足の2013年2月第5回の防衛力の在り方検討のための委員会で配布された防衛政策局調査課と日米防衛協力課作成の米国の安全保障政策日米同盟という文書がありますが、その記者会見の席上でこの文書について記者が文書そのものを紹介しながら、これは公表されている文書でありますが、質問したのに対してですね、報道官は作業部会での議論は継続しているとの認識を示しております。ここに同じ文書を持ってきております。昨日提出していただきました。その12ページに日米防衛協力の現状というところでは、沖縄における在日米軍施設区域グアム、北マリアナ諸島連邦の訓練施設における共同使用について、共同作業部会やグアム移転に関する協議の場において、議論を継続、このように書いてあるわけですね。さらに22ページには、日本の能力強化という今後の方向性を示したところでは、今後10年から15年後の安全保障環境を見据えて、ガイドラインを見直すことや、日米の動的防衛協力の方向性を引き続き推進、拡大することによって、日米の防衛協力の実効性を飛躍的に強化、向上をさせると書いております。防衛大臣伺いますが、民主党政権時代の日米の同的防衛協力に関する検討を引き継ぎ、さらに推進拡大するというのが安倍政権の立場ということでよろしいですか。小野寺防衛大臣。施設の共同使用に関しては、民主党政権下の平成22年5月の2プラス2の共同発表において、共同使用を拡大する機会の検討について言及されたことなどを踏まえ、同12年に設置されました日米共同使用作業部会などの場において、実務的な検討を行っているものと理解をしております。その上で、平成25年の2プラス2の共同発表では、日本の南西諸島を含む地域における自衛隊の体制を強化するため、閣僚は共同使用に関する作業部会の取り組みを歓迎しているところであります。この日米共同使用作業部会などの場では、共同使用に関し、地元との関係も踏まえた上で、防衛協力を拡大していくとの観点から、引き続き実務者レベルで幅広く検討が行われていると承知をしております。赤嶺政権君。動的、防衛力、民主党政権時代に作られたものであるとはいえ、共同使用を作業部会使って継続していると。今日は質問がもう時間来ましたので、ここまでにとどめまして、次回はもっとたくさんの時間が私たちにももらえるように切にお願いして、質問を終わります。